ビクトル・アンドレービチ・フェドトフは、ロシアの指揮者。1933年7月9日、タタール共和国生まれ。サンクトペテルブルクへ移り、1953年より、国立レニングラード・キールフ劇場に、中馬奏者とて所属。1956年、国立レニングラード音楽院、管弦楽学科卒業。また、同音楽院、指揮科で、イリアムーシンに指揮を学び。 1963年に、レニングラード音楽院、指揮家卒業。1965年から、国立レニングラードキールフ劇場の指揮者となる。プロコフィエフのバレエ、シンデレラで、指揮者としてデビューし、同劇場のある時に、バレエ部門の指揮者として活躍。同劇場やロシア各地の劇場、英国ロイヤルバレエ団をはじめ世界のバレエ界で、活躍。 レパートリーは古典から現代まで幅広く、バレエ指揮者の第一人者として評価が高かった。教育者としては、サンクトペテルブルク音楽院の教授であり、ロシア国立ワガノワバレエアカデミーでも指導。レニングラード・キーロフ劇場バレエ団の海外公演には必ず参加し、キーロフバレエの代名詞的存在だった。初来日は1967年。 新国立劇場では1997年の会場記念時から眠れる森の美女、白鳥の湖、くるみ割り人形、ジゼル、ドンキホーテの初演に指揮者として参加し、新国立劇場バレエ団の古典バレエ上演を非常に高いレベルへと導いた。2001年12月4日、サンクトペテルブルクにて死去。提出劇場のバレエ団員は貴族の指定に限られていた。 キーロフバレエ団の貴族的な伝統を受け継ぎ、保守的で古典の改変を嫌う。バレエ音楽はあくまで踊りのための音楽として、明快かつ繊細、オーソドックスでアカデミックに表現しつつ、単なる踊りの劇伴奏以上の優雅で上品な魅力に溢れている。バレエ音楽の CD 録音でも、他の指揮者が踊り手が失速して踊れない、テンポの演奏が多い中、フェドートフは、 踊りのテンポを厳守し踊っている姿が見えるようである。ロシア語として読むと力点があるため、ビクトール・アンドレイエビチ・フェドトーフが一番ロシア語の音に近くなる。ありがとうございます。